市民球場です。横浜 DeNA ベイスターズ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発はルーキーの石田、対するライオンズの先発はルーキーの上田、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。右の上田、マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは上里。第1球投げた、初球決まってストライク、いきなり151キロ。投球これから2球目、打った、レフトへの当たり、レフトはスライディングキャッチ、ファインプレー。では改めてリプレーをご覧いただきたいと思います。バッターは2番エビナ。第1球投げた、ボール。第2球投げた、打った、本山掴んだ、ボールはファーストへ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番松尾。第1球投げた、打ちました、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。初球ファールから、第2球投げた、決まった、ストライク。第3球を投げました、一つ外してボール。投げました、打ちました、抜けた。松尾、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは DH の筒香。第1球初球を打った、センター前進、これはヒットになります。中継、筒香ナイスバッティングです。ライオンズ先制のピンチを迎えます。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして、西浦第1球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、いきなり151キロ、決まってストライク。第3球を投げました、1球外したボール。第4球を投げました、カットボールはボール。投げた、打ちました、セカンドの頭上をフラフラっと上がっている児玉、余裕があります。取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。上田、ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。1回が終了しまして0対0です。0対0で迎える2回です。バッターは野田。背番号38。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました、ショートバウンド、一塁送球。ここはうまい守備に阻まれました。3アウトチェンジ。ライオンズ三者凡退に倒れました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは太田。第1球投げた、初球見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。投球これから4球目、打った、投球これから5球目、打った、あっと左中間、どうだ、ヒット、ボールが転がる、中継、ランナー2塁でストップ。太田ツーベースヒット、ライオンズ先制のピンチを迎えます。左バッターボックスは7番森。第1球直球ストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから投げました、ボール。投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、ボール。さあ、投球は5球目、投げた、外れた、ボール。第6球を投げた、あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。さあ、ピンチで迎えるバッターは千野。第1球投げた、決まった、ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、ライトへ持っていった、ヒット、ライトバックホーム。千野、いいバッティングを見せました。ライオンズなおもピンチが続きます。バッターは9番勝又。
第9球初球から打ってった1、2塁間破った中継ベイスターズ1点先制勝俣タイムリーヒットライオンズなおもピンチが続きます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ワンアウトランナー1塁2塁となりまして神里第1打席はレフトフライに倒れています。第9球第2球投げたインコース低めストライク投球は3球目投げました空振り三振上田見事なピッチングです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは海老名。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第9球1球目ストライクから第2球投げました追い込んで投げましたストライク空振り三振2回の裏が終わりまして1対0ライオンズ先制点を奪われています。ベイスターズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番松尾投げました初球はストライク第2球投げました低め外角ストライクこれで追い込みました。投球は3球目投げた1球外してボール次が4球目投げた見逃し三振先ほどのプレーです。バッターは指名打者筒香第1球投げた打ちました初球打ちショートバウンド取ったセカンドから一塁送球小玉軽快な守備を見せました。右のバッターボックスは5番西浦第1打席は内野フライに倒れています。外角低めいっぱいストライクまずは決めてきました。投げたアウトロー外れてボール第3球を投げた決まってストライク追い込んでいます。追い込んでから投げました打ちました当たり底でのセカンドゴロ一塁送球アウトスリーアウトチェンジ上田見事ベイスターズ打線を抑え切りました。序盤終了しまして1対0です。4回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは太田第9球低めのボール引っ掛けた掴みましたこれでワンアウトランナーはありません。バッターは7番森第1打席はピッチャーフライに倒れています。第9球アウトコース低めいっぱいストライクまずは入れてきました。第2球投げました決まったストライク第3球は打った痛烈な当たりライト前ヒットクリーンヒットです。あっと送球あっと取れない打ったバッターは1塁蹴って2塁へ森ナイスバッティングです。さあリプレイです。先ほどヒットを放っている篠第9球アウトロー際どい球ボール第2球投げました見送ってストライク第3球は打ちましたこれはショート正面元山ボールを掴んだ一塁送球アウトこれで2アウトランナーは2塁変わりません。バッターは9番勝又第9球ストライクさあ次の投球投げました2球目ストライク第3球を投げましたアウトコース空振り三振ボール球で仕留めました。上田ワンアウト二塁のピンチでしたがなんとか踏ん張りました。4回の裏が終わりまして1対0です。5回の表1点を追いかけますライオンズの攻撃。トップバッターは野田最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球投げた打ったレフトへ行ったヒットになります。野田いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番元山最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げた見送ってボール第2球投げたあーっとショーフライになった取りました送りバント失敗これでワンアウトランナーは1塁変わりません。右バッターボックスには小玉最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた内角際どい球ボールボール第3球を投げた真ん中見逃してストライク投球これから4球目スライダーボール次が5球目5球目空振りベイスターズ内野陣はゲッツー体勢次が6球目投げました打ったファール第7球を投げました渾身のストレートを見逃す三振バッターはトップに帰って金子今日はセンターフライとファーストフライ第9球投げましたスライダーボールまずはインハイ第2球投げましたスプリットはボール
5球は3球目投げました。ストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。第4球を投げた。打った。左中間のフライ取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー野田残塁に終わりました。5回の表が終わって1対0です。ベイスターズこの回1番からの高打順になります。左バッターボックスはトップバッターの上里。今日はレフトフライと三振。投げた。1球目ストレート空振り。少し迷ったか。投げた。打ちました。ファールボール。追い込んで投げた。外角低めいっぱい。見逃し三振。バッターは2番海老名。今日はショートゴロと三振。第1球初球空振り。148キロストレート。第2球投げた。打ちました。センターへの浅いフライになった。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは3番松尾。今日3打席目。第1球ストレートはボール。まずアウトコース低め。第2球カットボールはボール。内角へ第3球を投げました。ストライク。膝元厳しい球でした。投げました。これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。掴んでこれで3アウトになります。上田上位打線を三者凡退に仕留めています。前半が終わりまして1対0です。ライオンズピッチャー交代です。上田降板。マウンド上は本田。今日2人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。6回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者筒香。初球決まってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから。第2球アウトコース低め。カーバー外れてボール。第3球を投げました。高速シンカーはボール。第4球を投げました。あっと引っ掛けた。ライト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは5番西浦。今日はセカンドフライとセカンドゴロ。第1球投げました。アウトロー際どい球ボール。第2球投げた。アウトコース低めストライク。投球は3球目投げた。内角低め見送ってストライク。第4球を投げた。アウトサイド直球はボール。第5球投げた。アウトコース。サークルチェンジ外れてボール。第6球を投げた。内側いっぱい。見逃し三振。バッターは6番太田。これが3度目のバッターボックス。第1球投げました。打ちました。取ってこれで3アウトチェンジ。本田三者凡退に抑えています。6回の裏が終わりまして1対0です。ライオンズ追う展開で迎える7回です。バッター野田。第1球打った。三塁線鋭く切れていきました。ファールです。第2球投げました。インコース引っ張った。切れていきます。ファール。第3球を投げました。一つ外したボール。さあ4球目打った。これはいい当たりだ。入れば同点だ。見送ったホームラン。同点ホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった。スライダーを完璧に捉えました。ライオンズ追いついた。1対1。チームメイトが迎えます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。ライオンズピッチャーを変えてきました。本田降板。マウンド上ピッチャーはヤン。今日3番手としてマウンドに上がります。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃。先頭バッターは森。第1球1球目空振りから投げました。打ちました。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは千野。今日3打席目。第1球投げました。外角低め。ストレートは外れてボール。第2球投げた。ボール。第3球はストレート見送ってストライク。第4球を投げた。低めいっぱいストライク。追い込んでから投げた。変化球空振り三振。左バッターボックスは勝俣。第1球流し打ち。どうだ。ヒット。レフト前ヒットになった。勝俣ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。ベイスターズダイソーを送ります。井上一塁に入りました。打順は1番に帰って上里。ここまで2打席連続三振。ランナースタート。投球ボール。キャッチャー二塁走。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。投球これから2球目。
打ちました。本山下がった、取りました。これで3アウト。さあリプレイです。ライオンズこの回2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。7回までが終了しまして1対1です。ライオンズピッチャーを交代します。いや、降板。右の大曲がり、今日4番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。同点で迎える8回です。バッターは楠本。第9球初球に送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、カットボールはボール。投球はこれから3球目、膝元ボール。第4球を投げた、打ちました。いい当たり、センターへ飛んだ、ヒット、センター前ヒットになった。楠本いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番松尾。今日はここまで3打数1安打1三振。第9球ボール。第2球投げました、あーっとショーフライになった、ファウルグラウンド、キャッチしています。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは DH の筒香。今日はここまで3打数1安打。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。スラーブはボール。投げました、打ちました。平沼取った、二塁送球、二塁フォースアウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。8回の裏が終わりまして1対1同点です。ライオンズピッチャー交代です。大曲がり降板、右の宮沢、今日5人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。9回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西浦。第9球初球空振り、いきなり150キロ。投球これから2球目、低めギリギリいっぱい、ストライク。これで追い込みました、投げました、アウトコースいっぱい、見逃し三振。宮沢見事なピッチングです。右バッターボックスには太田。今日はここまで3打数1打った、強い当たり、サヨナラか、入った入った、サヨナラ、サヨナラホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えられました。サヨナラ負け、ライオンズ敗れました。終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。